麻雀連合の岡田圭です。よろしくお願いします。生年月日は6月24日、蟹座 AB 型蛇年、出身地は広島県です。最初は父が兄弟が3人いるんで家族麻雀がしたかったみたいで教えてくれて、で子供3人それぞれ後ろぐる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 回りながら教えてくれたんですけど、父飽きっぽいんでそれはもうその最初の1回で終わったんです。でも興味は出たんで、その後中学校に入ってから友達と一緒に井出陽介の漫画とか見ながら役とか覚えて、で大学生に入ってちょっとハードなお友達たちと一緒に頑張ってやりました最初の中高生の間は、周り女子ばっかりだったんで、全員女の子でやってたんですけど、大学生に入ってからは女の子何人か勧誘したけどやっぱりちょっと受け付けなくて、周りに怖い男性が結構いたから、こわもての男性が周りにいたから結局みんな辞めちゃって、こう一点でその時は頑張ってましたかなり長い間遠ざかっていたんですね。でちょっと人生もいろいろ転機を迎えてお教室とかに行き出したんです。でそこの先生に麻雀連合の大会なんかをおすすめしてもらって、で積極的に参加するようになって、麻雀連合の一般会員として5、6年やって、で大会で優勝したいなと思って、そうするにはやっぱり選手になって勉強しようかなっていうので、改めて選手を受験しました。大会に行くようになって会員をやっていたので、もうその延長線上ですよね。もう自分が一般の時に感じてたのは、その麻雀連合の選手の人はみんなマナーがいいし、私なんかが下手な麻雀をしても全然慰めてくれるような感じで、どんなに下手なことをやっていても戦い方が間違ってないですよとか、なんかこう上手にモチベーションを下げないように応援してくれたりしてたので、すんなり麻雀連合に溶け込んでいったような感じです。ありがとうございますもうあの時のことを思い出すと、もう今でも似たようなパイシが来たら、ここでちゃんと正解が選べるかな、ここで上がりの両面待ちが選べるかなってすっごく、見返したり、この三面待ちに騙されるやつだよねとか思いながら、麻雀入る。いやでも、あとこう二度受けだから払ってちゃんと、上がりやすいのを見てればよかったなとか、そう思うと後悔は尽きないですねでもあそこもなんかまだもうちょっと頑張ればウルトラプレーがあって、一回シャンポンに変えて6球ピンに間違えすることもできたんで、もうそう思い始めるとローピンが実はまだ山残りすごくしていて、そう思うとやっぱり、まだまだ選べてないなと思うもう大好きなんです、隠れファンで。もう一時期の土田さんのアカデミーの番組が本当に大好きで、あれを見て心から笑うのがもう人生の中でその時の一番の楽しみで、なんでこの人たちこんなにチートイトが好きなんだろう、素敵と思って、あそっか筋トイトだよね、わかるわかるって、もうちゃんとそうなね風に自分もなりたいなと思ってますサイン会とかには行ったことがあるんですけど、私結構やっぱり影が薄くて覚えられないんで、なかなか人に、だから覚えられてないと思います、やっぱり本当いろんな魅力があると思うんですよね、手作りだったり。で最近はもう手作りもそうだけど、
降りる時の、これ当たり牌だよねきっとって思いながら、それを止めてる風な感じになって流局まで行って手を見た時に全然違う時とかって面白いなって、全然違うのにこんなに楽しんで私は一曲やってるんだなと思うとすごく楽しいです。もう勉強すればするほどこれが先切りで早いからこっちは安全なんだろうきっとって思って、一発で選んでそれを切ると、ロン1万2000とか言われたりするのもまあそこそこ好きかな10年か20年くらい前は山が大好きで本当に山登りに行ってたんですよね。一緒に麻雀してたのもその山関係の仲間たちだったりして、でクライミングとかが実は私は結構得意で素人お断りの 11A とかも登ったりできるんですけど、ただちょっと20年ぐらいやってないかも、っていう趣味は持ってました。下 1からだと思うんですけど、だいたい普通にやる人は 10A とか B とか A、B、C もランクがあって、11っていうともう本当あの辺の壁にちょこっとある出っ張りをこうやって掴んでいくレベル。もちろんやってないんですよ。土田さんの のっぱらで麻雀する本、あれとかもすごい好きなんですけど、実際にはやっておりません大学の勉強も好きで、その時は絶滅危惧動物の保護を目標にしてて、私動物関係、畜産関係にいて、で大学の時は本当にトキとかパンダとか の繁殖、人工授精をして、受精卵で遺伝子操作をして繁殖を成功させるっていう夢を持って、ちょっと勉強もしてました。でそれでそういうのが好きだったから就職も最初動物園っていうか繁殖研究所みたいなところに選んで就職したんですよね。なんですけどちょっとやっぱりそういうところって経営とかも何かと難しくて最初に戸惑いちゃったんで、でそれで夢よりもお金かなとか思って途中でくら替えして都会で営業でもしようと思って、で本当は地方出身なんですけどこっちに出てきて、で、今度は実験動物の会社の営業とかをやったりして動物は好きだから動物から離れずにお金を目指そうっていうのをやってる傍らに麻雀と出会って、今は麻雀に集中です。そうですね、ビッグワン取り逃したのもそうなんですけど、取り逃して本当は私も半分ぐらいはもう二度とあそこまで行けないんじゃないかとは思ってるんですけど、でも半分ぐらいはやっぱりもう一度あそこに行ってね、次こそ勝ちたいなと思っていて、まだ麻雀人生が終わったわけじゃなくてまだ始まったぐらいのところなんで、貪欲に、勝利を求めていこうかなって思ってます。ゆくゆくは本当、もうまたいつも岡田さんが優勝してるねって言われるぐらい20勝でも30勝でもしたいなと思ってます。皆さんと一緒にドキドキできるような内容の麻雀を打っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。